本日のアジェンダになります。まず、はじめにですね、稲妻の発生の仕組みというところで、まあ、なぜ雷が発生するのかというところと、稲妻というのはいくつか発生のパターンがありまして、空から地上に落ちてくるパターンの雷だけでは実際はないです。雲の中で放電が起きたり、地面から逆に雲に向かって伸びていくような雷も実在します。そういったところをですね、簡単にご紹介させていただければと思っております。そして放電路の作成というところで、雷の発生の領域をある程度決めてあげて、雷の発生の開始点と終着点を設定してあげるというところの説明と、あと軽量探索というところで、今回パーティクルをベースにシミュレーションしているんですけども、そのパーティクルを制御する上で、パスによるガイドを行っています。そのあたりの話をさせていただければと思います。そして分岐構造の作成はドップの中で行っています。で放電路の厚みの設定、メッシュ化をして、フィーディングの中では幅を決めるアトリビュートがあります。それらを制御して、一律な厚みではなくて、ある程度ランダム性を持たせたような太さの設定を行っています。でそしてマテリアルの設定とレンダリングというところで、ブラーの設定と、あとマテリアルとジオライト設定方法について少しご説明をさせていただければと思います。まず、稲妻の発生の仕組みをご説明させていただきます。稲妻の基本調査として、なぜそもそも雷が発生するのかというところを順を追って説明させていただきます。まず、雷が発生する流れとしましては、地表で大気が温められることで上昇気流が発生します。この上昇気流の中に含まれる水分が、飽和水蒸気量、空気中に含まれる水分の限界値というのがあるんですけども、それを超えてしまうと水滴になります。さらにですね、上空に向かうほど気温が低下していきます。マイナス何十度という世界になっていくんですけども、その過程で水滴は小さな氷の粒の塊になっていきます。氷の粒の塊同士が擦り合うことで静電気が発生します。静電気が発生し、水滴と氷の塊の粒の重さというのはまた違うので、水滴の方が上空に溜まっていきます。で、氷の結晶の方が重さが少し重いので、下の方に溜まっていく形になります。この違いによって、電子の粒、電荷の配置が決まっていきます。これが電位差と呼ばれるものなんですけども、この水滴と氷上の配置の違いというのは、気温で言うとマイナス15度というのが境目になっているそうです。で、ある程度電荷が溜まった状態で、空気中というのは本来は電気を通さない物質でできています。なんですけども、それも絶縁限界値、限度が値があってですね、それを超えてしまうと、電子の放出というのが起きて、人の目で見ると光が走っているように見えるんですね。それが雷、稲妻と呼ばれるものになっています。で、雷の、発生のパターン、まず上空に水滴の粒と、氷の粒で構成された雲が存在します。で、水滴の方が霧状になっているので、重さとしては軽いので上に溜まっていきます。で、対して氷の粒というのは下に溜まっていきます。これによってプラスとマイナスの電荷の配置が決まってきます。ちょっとこの図では書いてないんですけども、これに対応するようにですね、地面にそのプラスとマイナスの電荷というのが存在しています。で、そのプラスとマイナスの配置としましては、例えば雲の上の部分がプラスであれば、下の部分はマイナス。で、地面のこの表面上の部分というのがプラスになって、その下がマイナスになるような電荷の配置になってきます。で、条件が揃った時にですね、まず雲から下り線区、通常の雷だとステップトリーダーと呼ばれるこの下り線区というのが降りてきます。このように枝分かれしながら、空気、先ほど絶縁体という話をしたんですけども、その通りやすい部分を通ってきます。そのため、最終的に枝分かれしているように見えるんですけども、上から降りてくるのと同時に、下からもストリーマ、上り線区という雷、
が登っていきます。この上り線区の長さとしましては大体250メートルって言われています。そうですね、かなり低い位置で発生する雷なので、通常は肉眼で確認することがほとんどできないものです。ビジュアルシミュレーションで再現する場合はですね、このストリーマというのは一応考慮してない形になっています。で、この下り線区と上り線区がこの上空の地点でつながれることによって、天使の往復というのが起こってきます。肉眼で見たときはですね、雷というのは一方向に一回降りているように見えるんですけども、実際は何回もその電位差というのが解消されるまで中和しようとして天使の流れが往復する形になります。そのため雷特有の放電度のこうちらつきというんですかね、光っている動きというのが再現されるわけです。で、これはストリーマ上り線区を捉えた画像なんですけども、よく見るとですね、地面からいくつも小さな雷が発生している、上に登っていこうとしているのが確認できると思います。上から降りてきた下り線区と上り線区が一番最初につなぎ合ったところに対して大きな雷がこうドーンと落ちる形になっています。で、次の話につながってくるんですけども、稲妻の発生パターンとして雲の表面上を張っていくような稲妻の動きというのがあったと思うんですけども、その場合は雷雲内放電と呼ばれる現象になります。点火の配置としましては、このようにプラスとマイナスが交互に配置されるようになって、雲の間で放電が起きるという形になっています。これが雲の内部というか表面上で発生する雷のビジュアルになります。で、上向き放電というのは、先ほどの点火の配置がですね、影響して、例えば鉄塔のような高い構造物の先端から稲妻が上空に向かって登っていくようなパターンもあります。で、かなり珍しい現象としましては、雷というよりかはもうプラズマに近いものなんですけども、雲から宇宙空間に向かって電子の放出というのが稀に起きることがあるそうです。その場合はですね、このようなすごく綺麗な青いビジュアルになってきます。このようにですね、一概に稲妻のパターンを再現しようといっても、様々なこうパターンがあるので、すべてを網羅するということはなかなか難しいところが一つ挙げられます。これらのビジュアルを参考にした上でですね、放電論の作成を行っていきます。